こんにちは、短編 .jp 編集長、久保アニカです。今回、短編 .jp とモーションギャラリーの提携コラボレーション企画第1弾として、大河原良監督、This is my heart へのご支援の募集を開始させていただきました。現在、日本では、インディペンデントの短編アニメーション作家が作品を制作することがとても困難な状況です。短編 .jp という情報発信の場、そしてモーションギャラリーという支援募集の場を組み合わせることにより、新たな制作プラットフォームを築き、2作目、3作目の制作へとつなげていくことがこのプロジェクトの目標です。大河原監督はまだ20代ですが、すでに自主作品での国際映画祭受賞や多くの商業作品を手掛けているとても優秀で真面目な監督です。今回彼は制作前のリサーチに力を入れて独自の手法を生み出しアニメーションをさせています。誰にも真似することのできない、特にやはりコンピューターには真似することのできない、人間の手で一枚一枚描くからこそ実現可能なアナログで奇妙な動きになっています。この第1弾のプロジェクト、皆様のお力添えがとても重要なものとなります。世界へ向けて歴史に残る日本の芸術、文化を一緒に作っていきましょう。ご支援、ご協力、どうかよろしくお願いいたします。こんにちは、監督の大河原良です。僕はアニメーションを使った映画を制作しています。今回の作品では、思春期という誰もが経験してきた特別で、痛々しいようなそういう時間をアニメーションで、ほじくり返します。ビジュアル面では、デザインを重視して、一枚一枚を時間をかけて練っています。また、独自の動きを追求して、見たこともないような映像作りを目指します。今回の作品は、独立後初となる僕にとっても大切な作品です。ご支援いただいた皆様にとっても大切な作品になるように頑張っていきますので、どうかご支援のほどよろしくお願いいたします。